キャラフルは、笠井信也による日本のライトノベル。イラストは、雪うさぎが担当。2008年、ファミ通文庫より観光。高校生の栗藤里氏は、地方都市に住む隠れオタクの平凡な少年。ある日、幼馴染の八代遥をかばって事故に遭い、目が覚めると見知らぬ世界、キャラフルに切ってしまった。その世界の人間に助けられた里氏は、 自分の正体を隠しながら、元の世界に戻る方法を探すことになる。キャラフルとは、キャラクターのふるさとを略したもので、サトシがいる、現実世界で作られる作品のキャラクターとして、誕生するために存在する世界である。現実世界の作者の意識が、キャラフルの世界と波長があった場合、その該当人物は、 現実世界へ行く許可を得ることができ、その作品の登場人物として活躍することになる。住人たちは人間をはじめ、動物や妖精、怪獣や変形ロボットなど多様達ッシューナのように、現実世界の人間の思いつきで、キャラフルの世界で生を受ける者も,もいる。なお、キャラフルも世界の人間は、以下のようなカテゴリーで分類されている。カ西ノブや、キャラフル。 エンターブレイン、ファミ2文庫2008年6月11日、初版発行、ISBN978 4 7577423382008年11月11日初版発行、ISBN978 4 757744820。ありがとうございます。